フロナイとションちゃんの行き当たりバッチリ。さあ、この間のさくらんぼ、そう、佐賀へさくらんぼ工藤果樹園さんに来てから、ちょっと Z と悪巧みをしましてね、何とくらんだやっちゃいましたよ。やっちゃったの。ちょっとこの見てください、スーパーカー。スーパーカー何これ、フェラーリじゃないの。フェラーリでしょ。ちょっとよく見てください。何、 C ですから。 C だ。 C ですから。チェラーリ。チェラーリです。何、チェリーから。チェリーから。いや、そしてファイヤー、ファイヤーパターン、フレアパターンなんですけど、これよ、これもそうなんですが、ぐーっと近寄ってください。かっこいい。このステッカーチューンですけど、見てください、これ。見て、よく見ると、これさくらんぼがいっぱい入ってあるフレアパターンに、これも見てもらおうかな。細かいですよ。お馬さんみたいだけど、ちょっとロバさんみたいな顔だけど、ほら、さくらんぼ食べてる。食べてる。かわいいでしょ、このチェラーリ。すごいね、これ。工藤果樹園さんもカスタムしましたから。スプレーヤーって言いました。はい、後ろまでバッチリですよ。工藤果樹園。工藤果樹園さん、チェラーリ。ねえ、やっぱこういうスタイリッシュなやつで仕事をしたら、やっぱさくらんぼも、ね、さくらんぼ狩りも楽しいし、さくらんぼも美味しくなるはずじゃないですか。なるよ。ねえ、すいません、今日どうしちゃったの。え、なんちゃって。なんすか。なんちゃって、なんとかになってない。いや、今日はほら、チェラーリになるから、うん、ちょっとグラさんもね、かっこよくしてきたんですよ。チェラーリに転するから。はい。そうなんだ。はい。ちょっとこのカゴに入ってるのは何。このカゴに入ってるのも今日も大収穫です。これ多分皆さん紅さやか、紅さやかですけど、ちょっと見てもらって、これちょっとしなびてるでしょ。紅さやか、もうね、完熟してるんですが、木に埋まったまま完熟したやつが、うん、さっきね、ハウスの一番上の方で取ってきたんですよ、うん、熱いところ、汗がダクダクで、ね、食べると、うん、もうね、ワインなの。農園の代表の方ですよね。です。アダルトなイメージの方は、まあ好きですけど。行き当たりバッチリ中流はね、ほらほ、地元の山、川、海や、金魚さんばっしゃ、我がで勝手に応援したるっしゃ、みんなさや、手ずぬぐ3分でね、すげーなる元気になる秘訣などばお伝えする YouTube チャンネルなのっしゃ。だからまず、チャンネル登録ばよろしくお願いしますね。チャンネル登録だよ。よろしくお願いしますよ。